待て待て、行くよ。 NG ワード、ワドーもブロックされてるって。え、まあ、俺 あのドブヒナに、え、朝比奈さんに。うん、へえー、なんでだろう、俺何もしてないのに。ナイトに協力して、何のためにこれやったの。ワドーは仕方ないよ。でもこれ俺もブロックするし、え、ワドーとばっちり。ブロックなんだ。いや、してる、ブロックされた。いや、別にいいけど。私も朝しきにブロックされた。俺は朝日何もしきにもブロックされた。まあ、どうでもいいんだけど、別に。利用してやったらって。今日さ、空港までさ、迎えに行ってさ、ブロックされて冗談じゃないよ、あのクソ野郎。吉田氏。本当だ、おすすめにいない。吉田氏。ブロックされてるな。3人見られないように。まあ俺ログアウトすれば見れるんだけどね。まあね、うん、俺ほら配信してないから、うん、え、式が朝日奈にブロックされたの。ひどくない？空港まで行ったのにさ、朝眠いのにさ。本当だ、本当だよね。え、12時回ったらブロック解除するってさ。いいよ、意味わかんない。俺見れるんだけどね、ログアウトしたら見れるんだけどね。うん、まあね。私なんでブロックされんの？式に。のんちゃん見てるだって。まさ、いらっしゃい、アイコ偽物。いや、意味わかんないよね、ブロックする。まあ見れるんだけどね。過去偽だからいいじゃん。過去偽だから。若手声出せ。あ、いっす、いっす、いっす。声張ってきます。え、年同じくらいじゃない？いや、僕一個下。一個下かな。後輩なんですよ。うん、あ、そっか、だから敬語使ってんのか。じゃあブロックに文句じゃなくて、乗り込むなんて言ってないんだけどね。どうしようかって話はしてるけど。すごいとは、いや、行かねえから。いや、乗り込もうかっていう話はしてたよ。今はしてないじゃん、うん、え、900人？いや、あ、900人だね。え、何？自分は悪くないと思ってんだ、この後に及んで。すごいっすね。すごいね。すごい式ね。うん。こんなやつだったんだ、もうショックだわ。うん。まあ、早く気づいてよかったね。うん。だってログアウトすれば見れるもん。うん。だってログアウトしたらブロックしようないでしょ。うん。俺アカウント使ってないんだもん、今。これは違反じゃないじゃん。なんか、違反しないでしょ。規約違反じゃないでしょ。だる。そうね、今日ね、うん、私ね、悪くないよね。何も悪くないよ、何も。ワドはね、配信しても意味ないから。ワドはそれは見てみよう、ログアウトそれは見ようよ。こいつマジキモい。ワードはしょうがないよ、だって寄り目だもん。見てみよう。何なの、お前が間違ってるわけ。いや、好きじゃなくて見てるって言ってる。好き。いや、利用も何も別にないけど。でもさ、利用されたもんね。まあまあまあ、まあまあ、まあでも途中で気づいたから、まあいいけど、別にこれぐらいは。朝日奈はやってないの？やってる、やってるけど、こっちの方がコメント流れるの、うん、向こうほんとコメント。潰してくれって。
いいけど俺新宿でまた捕まんだよ。3回目は長いよ。タバコもらえる？おいしい。ごめんね、忘れちゃったのよ。20個ももらったのにね。そう足りるかなと思って、もう横浜帰るっていう話だった。何言ってんの？メビウスのコミュニティオプション、メントロス。食の配信一発もあるんですか？あるの。ラジオだよ、ラジオ。ラジオだよ。ラジオだったら OK なんですか？あ、OK だった。うん、朝日がたまにやってる。もう、そうだよ、毎日やってるよ、ラジオで。朝日リスナー。ああ、いつだったら、とりあえず、とりあえず、回さないといけないから、ね。とりあえず50人ぐらい。寝る時間以外は回さないと。もう寝る時間は。今、寝配信ってダメなんでしょ？寝配信あれ、イベントの時だけっすよね。勝手に切られちゃう。あ、そうなんだ。え？寝配信イベントの時だけでしょ？いや、普段もダメ。普段もダメなんだ。へぇ、なんか5分以上無音だととか言うあるよね、なんか。へぇ、鮫島とパールね、抜きたいけどパールは強いな、ね、エルマルネタですごいな、なんだよ、ずるいよな。うん、こんでもずるいんだよ。じゃあアフとさ、もう新宿離れよう、うん、心霊配信やろう。心霊配信全力で和道と行くよ、はい、ペア、はい、置いてくんでダメだよ。いや置いていかないから、ちゃんと帰ってくるから。今回はしない。いや帰ってくるんじゃなくて、約束する、うん、違う、まあ、今回は置いていかない、うん、行く、大丈夫、信じて、俺の目見て、にゃんつば、いやサメもそう行く、にゃんつば、にゃんつば、いやだから2人で、だから俺はほらお前がプレミアムリストだもん。ダメだよ、ダメダメ。で、ワドは絶対こいつエキスパートだから。でもダメ、3人で行くんだよ。配信外で。昨日みたいに3人で。昨日みたいに、配信外で。昨日みたいに3人で歩くんだよ。行くけど、うん、はこいつね、配信外で青山霊園とかで、心霊制覇しやらせて。怖い。一人で心霊行かせると、鮫島さん出ました。何が UFO？ UFO がみたいな。幽霊じゃなくてみたいな、うん。こいつはもうプロ。ほんと面白い。一番面白い心霊配信。あやまね、でも怖いよ。あのね、魚活、なんだっけ、活魚ホテルでも、こいつを脅かす肝試しやろうって、ね。あれも脅かした。ワンダローが、脅かしたの、ワドだと思って。そしたら警察で、あいつ三脚持ってたの。うん、だから暴漢かと思われて、うん、あいつ警棒でぶたれそうになって。ほんと、ミラクル起きるよな。あ、面白いですね。面白いですね。懐かしいっすね。まあ、確かにね、そこから。いや、青山霊園は、まあ、近いけど。正直近いけど、ぬるいよね。あそこ怖くないっすよ。何にも、だって、道路とか明るいじゃん。すっげえ怖いのありますよ。どこ？ちょっと待ってください。マジやばいの。マジやばいっすよ。こいつのプレミアムリストなんだね。もうやめよう。こいつらの話。四季の話。やばい。もちろん感謝しますけども、もう一切かかりません。どこだったっけな。もうそれでいいよ。もう、事件とかもう嫌だから、警察は。でも警察になるのも目に見えてるから、ムカつくけど。なんでワドを帰らせて、お前関係ねえだろ。ワドを帰らせるか。ああ、そっか。ダメだよ、ワドさん。ね、活業行ったよ。僕どっちの一昨年だっけ、活業行ったの。そうっすね。うん、こういうコラボ、だってこういうコラボないもんね。ないっす、ないっす。全然珍しいっすよ。ね、初めてだもん。マジな。お前初見、ああ、そっか、アイコの枠か。アイコの枠だから初見なの。どうも、よっすい。いらっしゃい。そうしよう。なんだろう。ちょっと待ってください。今調べますね。すっごい怖いのありますよ。めっちゃやばいのにして。めちゃくちゃやばいっすよ。俺何にも怖くないから、そういうの。いや、やばいっすよ。圧巻っすよ。どこ？東京？多分ですね。近いっす。あ、本当？了解。なんだっけな。すっげえ怖いっすよ、でも。マジで？凍える花になる。そうだよ、鮫島。いや俺はね、ちょっと膝がね痛いんだよ。ダメだよ。そうだ、思い出した。ふざけんなよ、昨日歩いてたダメだ、今日もさ。じゃああれね、俺メガネ忘れたじゃん。知らない。何にも見えないの。怖かったよ、何にも見えないから。崖みたいになってんだもん。で、組長が、なんかちょっと段差があって、で、ちょ降りればなんか道があるから、下行けるね、みたいに言って、組長降りたの。これさ、でかすぎだよ、ピアス。もうちょっとさ、ちっちゃくすんだよ。ゼロゲージでいいんだよ、ゼロ。これ8いよ、耳たぶがさ、ちっちゃいのにさ。いいんだよ。ね、え、なにアイコってビラビラ大きいの？知らない。ちょ、見せてみろ。なんでバカかよ。見たくねえよ、おめえのビラビラなんか。汚ねえや。汚くねえや。あれどこだっけな。ちょっと検索しますね。探しますね。いいよ。もうやめよう。四季と朝日奈にはムカつくけど、俺は大人だから我慢します。もういいよ。いや、もう本当にもうムカつくことは忘れます。僕カラオケ屋で言ったように、俺は有言実行します。本当に心の底からムカつくけど、もう絡むことないでしょ。そうです、もう、うん。
まあ、警察は嫌だもん、新宿警察で俺捕まるもん絶対。次正式な裁判だから。私ももう嫌だし、うん、僕は駐車場代高いしな、うん、だったらそのお金で交通費になるじゃん、うん、どっか行けんじゃん、うん、なんていうところだったかな。そう、それが多分大人の対応だと思う俺。そうしよう、そうしよう。やっぱリスナーあっての配信だから、やっぱリスナーが望まないことはしない。そうだよね、うん、ムカつくのは分かる、リスナーさんもムカついてくれてるのは分かるから、共有しようそれを、うん、何よりも愛子のプレミアムリスナーの応援。どうしよう、ここね、愛を勝手に見つけて勝手にやるのは自由だよ、それは。言って聞きながらね、ピオ。俺は一切関わんない、何にも。もう本当に。さあ、あの二人が組んでも、結局、何にもないから、伸びしろが。だったら俺たちが閲覧伸ばそう。愛子、今タイトル何にしてんの自分の。あった。あった。あった。ちょっと待ってください、名前見つけた。名前は。超怖いっすよ。鮫島和道とか。あ、本当。あの心霊配信とかタイトル変えた方が良くない？大丈夫？まあせっかく閲覧集まってんなら。今1200だけど。まあじゃあ60分で切る？そうだね。ちょ一回切って、うん。取り直した方がいいかもね。ちょっと一回。住所分かりましたよ。アンド？はい。うん、そうテレポ変える。でもな、閲覧さ切っちゃうのもったいないな。いやでもだからさ、ここ変える。いやでもテロップいいね、テロップよりもタイトル変えた方が、そうね、心霊配信、うん、心霊配信に切り替えをもう、うん、もう一切私出すのやめよ、もう本当に、うん、もうちょっと遠いかもしんないですよ、ここっすね。調べてみてください。うん、取り直すね、ちょっとレバクね、すぐ取り直すから、心霊配信これリスナーさんにもらったやつでこれしか持ってないんだよね。4年来てるかも。あ、じゃあ6年ぐらい来てるかも。え？そうっす。でも和田さんの長袖初めて見た。あ、そうっすね。いつも T シャツなんで。ね、冬でもさ、はい、黒のさピチピチの着てるからさ。そうっすね。そうだね。気持ち悪いよね。気持ち悪いとかやめてもらっていいですか？本当？ヤンちゃんこのまま待ってる。うん。何キロぐらいあります？近い近い。そうですか。全然近い。何分ぐらいですか？30分。そんなもんだね。あ、そんなもんすか。本当に怖いの？いや、やばいっすよ、これ。本当？で、しかも結構歩きますよ。本当？そのスポット自体。多分、あ、ビビると思います。なわけねえじゃん。いや、マジで、さすが、あの、圧巻っすよ、ここ。何にも怖くねえ。バス停山じゃない。いや多分引くと思いますよ、行くと。そんなに。いやもう僕こんなすげえ場所初めて見ましたもん。しかもあんま有名じゃないんすよ。マイナーなんだ。マイナーなのにすごいんすよ。どういう系よ。行ったら廃墟系なのか。いやもう行ったら、いや、あ、懐中電灯持ってかないと無理かな。懐中電灯ねえよ。ライトナイト、ライトナイト。下かだよ、もっと帰ったの。あ、そうなの。ライトナイト。じゃあすぐ無理するからね。ドンキかなんかでライト買わないと多分無理っすよ。ドンキ。はい。スマホのライトで平気じゃない？だって俺配信やんないじゃん。見えなくないですか？リスナーさんに。ああ、そういうこと。ワトさんないの家に。家にあるかな。マジで。探さないとって感じっすね。懐中電灯か。この辺で。しかもライト結構強いのないと。ルーメンだよね。そうそうす。台本じゃないよ。家にあるかな。家寄ります、探します。いやどうなんだろう、あるかないかによるよね。あるとは思うんすけど、部屋汚いんでどこに埋もれてるか。じゃあ買った方がよくない、うん、コンビニとかで売ってない、はい、じゃあ、いや、じゃあ待って、コンビニのライトぐらいじゃ多分、ね、すぐつけるから。つまないですよ。そっか、すぐつけるから。どうしよう、ライト、懐中電灯ないんだよ、ね、まあ顔アップでいいんだったら。ただやばいっすよ。何がどうやばい？ちょっと待って。はい、言葉では言いづらいんだよな。死ね配信テロップかいな。うん、
そうしようそうしよう、もう事件はやめよう、うん、もうどうせ警察沙汰になるし、そうすると朝までになるでしょ、うん、もう死んだらもう無理だ。懐中電灯か、そうだよな、ないとな。いやでも多分スマホのライトで多分いけんじゃない？懐中電灯、まあ真っ暗っすよ、街灯ないっすよ。あーそう、はい、まあそれはそれで面白いんじゃない？まあまあ任せます。心霊スポット行くことになった。話題変わったんじゃなくて、もう一旦さらにする。話題変わったっていうか、企画です。企画です。企画、心霊スポットです。うん、指定されてないよ。おすすめに乗ってる。電波なくなったら教えてね、運転してるから。うん、そうそうそう。あ、電波ねえじゃん、今。電波ないの、そこ。あ、いや、そこは LTE とかだったらあると思うんですけど。はぁ。え、みんな見えてる？あぁ、和道の。そうそう。いらっしゃい。今。あぁ、なるほど、なるほど。え、今電波ある？みんな大丈夫？あ、やってるね、ドクター。見えてる、M、あー、何、和道が分かれる。あー、これが和道が分かれるきっかけになった女の人。そうですね。あー、でも分かるわ。この人最近なんかすごいよね、配信が ね、際どくなってきてる。この人どうしたの？もともと際どい、あの DMM とか FC2 系の人で。あー、そうなんだ。そうっすね。で、のりこが怒ったんだ。そうっすね。そりゃ怒るわな。この人どうしたの最近？お金が欲しいんでしょ。でも全然、あ、うん、あーまあでもあれか、うん、なんだろうね。まあ顔がさ、多分フワッチに雇われてるのかもしれない、やってくれって。いや、カメラがさ好きで、なんか、ね、そうだよね。あ、で和道が撮影すると。はい、お互い撮り合うって感じですね。あー、でのりこがそれを聞いて、はい、じゃあもういいと。はい、難しいからな。あんなババアに振られるってのも痛いよね。もう完全に切れたの。そうですね。お、台本じゃなくて一応。あい、台本じゃないですね。それでいいの？ワドは。なんかもう傷ついてます。どういうこと？それは。いや、寂しいっすね。あー、何、俺がオカリナに振られた時みたいな。あー、そうですね。昇進中ですね。あー、じゃあいいじゃん。行くよと。うまくいけば、はい、愛が芽生えるかもしんないじゃん。いや、愛子ちゃん今ドレさんがね、ドレさんっていい感じだもんね。急にドレ、はい、そうなんか、ね、急接近。何、そうなの？腰に手を回してきたらすごいよ。世代がそうほぼあれだから。愛子ちゃんもともとドレさんのこと大好きだったんで、ね、結ばれそうなんですよ。愛子的にドレはありなの？うん、もともと好きだったんですよね。もともと好きだったんですよ。まあ、年齢的にもいいもんね。リスナーの心からさ好きだったんですよ。ああ、そうなんだ。2年前からずっと好きだったんですよ。まあ、ムキムキだしな。で、ドルさんが急に、あいこ可愛いな、みたいになったんですよ。なんか急にそうだよね。なんかね。私がね、全然、ね、うんうん、そう、まあ、もう諦めるっていうか。全然さ、眼中なかったら急に来るよね。そうですよね。急に来た。そうなんだ。そんなもんなのかしら、やっぱり。男ってそんなもんなのかな。だってさ、何度もね、あいこって、うん、こうやって。やめろ、今。あ、ちょっと、しこるわ。運転手は左に向けようとするの。ごめん、しこるだろう、ごめん。チキタチキャスバー行くらしい。いや、さ、いいんじゃない？いいんじゃないって、もう俺はだって激んだもん。もう暴行事件2回起こしてるの。もう行けない、もう嫌だもん、警察、本当に。あ、いいよ、別にさ、しきとさ、朝日奈。もういいよ、いいよ。いや、まあ監視はしてるけども、気にしないで。あいこ何、じゃあドレさんにアタックされてんだ、今。アタックとは言わないけど、今度コラボ2人で。あ、いい感じじゃん。うん、ご飯食べて、バーにね、飲んで。和道はあり、行くよ、的に。前はダメだったんだけど、うん、今は大丈夫。どこら辺が優しいっすよ。前ダメだったの？優しさある。前っていつ頃？いや、ずっと前から優しいし、うん、で、前は嫌だったんだ、あまり男としては。まあ、のんちゃんいたし。ああ、まあ、彼女ね、うん、まあ、彼女の影があるとね。だって、ね、うん、なんてロバドーさんでね、寝落ちできるもん。あ、声、あ、うん、放送で声いい、ね、うん。ロバドーどうよ、お前ジュルジュル好きじゃん。僕はアイコちゃん昔から好きですよ。それアイコちゃんに言ってるもん。アイコちゃん可愛いって。ああ、なるほどね。ふわっちの吉坂由里子だって言ってるんですよ。それはちょっとおかしいな。いや、でもよく言われてたってば、吉坂由里子。ガンガン警官か。吉坂由里子って思った。病んでんだよ、ワド。じゃあそれ広めたの多分僕っすよ、言い始めたの。あ、ほんと？はい。ワド、お前病んでんだよ。ふわっちの吉坂由里子。最近どれが急接近？あ、そうなんだ。私の配信すごい潜ってるみたい。へぇー。どれさ、見てる？
ドレスさん照れ屋だから、タイコちゃんのこと本気で好きなんですよ。あー、だけど、まあ、結構ね、強がるとかある、ね、そうそうそう、だから言えなかったんですよ。なるほどね、うん、時間かかる。ドレミ結構奥手だよね。奥手ですね。だって捨て頃ワンの時にみやびくんぶっ飛ばした後叫んでたじゃないですか、うん、あれアイコーって叫んでたんですよ。いや言ってないって。あれアイコーって叫んで、あれ言ってないってよ、みんな言ってたもんもうその手に乗らないからいやでもアイコー、いや行くよ、でも背あるし、うん、若い頃持ってたもん、うん、お前、うん、絶対、うん、かわいいでしょ今のササムネ。わかんないけどあいこちゃん、でもナチュラルメイクの方が可愛いよね。ああ、そうかもしんない、うん、なんか、童顔なんだよね。あんま化粧しないんだよね、うん、身長 169.2。 そっちはさ、ほんとガリガリになってるなマジで36キロだなこれ。何が？いや、サメちゃん激痩せですね、本当。ゴリゴリにやってる。はい。だって飯食えなかった。まあまあ。バーはきついね、2週間は。まあ、配信者の鏡っすね。長い。1週間でも長いのにさ。長い、2週間長い。耐えられない。うん、何やったの？ああ、警察に対する嫌がらせで。でもだからもうね、新宿は嫌だ。それがあるから、配信しなくても規制くらいから、なんかあったら、もういいやって。ムカつくけど、もう関わんなきゃいいんでしょ。まアイコちゃん全然昔からありだって言って。じゃあ何、窓今フリーで、はい、行くよもフリーなんて。僕はアイコちゃんはやっぱドレさんと結ばれてほしいっていう。ドレさん友達だし、うん、やっぱだってそれはだってあれじゃん、やっぱね、最近さ、ドレがさ交換しようとか言うけど、 LINE 交換して、はい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 、結構さ電話来る配信中だね。へえー、昔から好きだったんですよドレさん、アイコちゃんのこと。まあね、年齢もねちょうどいいしね、うん、全然。どれか3個ぐらい上なのかな。どうす、いやいや、もっと上っすよ。もっと上、あ、そんな上。いや、いや、それ7個でしょ。だって愛子ちゃん今年39でしょ。あ、じゃあ49でしょ。50だよ。いや、そうや、今年は50の年なの。50なんだ。ただ3月だから。あ、そっかそっか、そっかそっか、謝れ、うん、じゃあ6個上だよどれさん。あ、56だ。うん、まあでもちょうどいいか。ちょうどいいっすよ。でもね、和道、はい、それは恋にはそんな関係ない。友達とか。いやでもやっぱり愛子さん幸せ。心を仕留めた方が勝者なんだから。射止めるじゃなくて仕留めるなの。ハンターハンター狩猟だから。狩猟なんだ。狩猟だから。まだ言ってる。何？あ、こいつら。もういいよ、だって新宿離れてるし。もういいよ、切り替えてこう。もうムカつくのはわかるけども、もういいよ、考えたって無駄だもん。まあ 100% 警察沙汰になるだけですもんね。そう、もう濃厚じゃんもう、てか確定でしょ、確定です、ね、でしょ。はい、フラグ立ってます。そう考えたら、もうボーナス確定だから、はい、もうさすがに朝までは無理だなあー、お花見ありがとう。あ、すげえじゃん、そこ今、一覧何なの。あ、チラチラ増えてしまう。今550。あ、まあまあまあ、まあ、しょうがないか。
いやー、俺愛子ちゃんアイドルみたいなもんだからな、俺にとっては。でもだってのりこはどうだったの、お前の中で。のりこは彼女ですよ。でもだって最初はさ、もうすごい可愛い可愛いって言ったから。可愛いですよ。可愛くねえ、あんの。え、何言ってんの。妖怪だよ、妖怪。妖怪じゃないですよ。妖怪だよ。吉坂由里子です。あ、吉坂由里子じゃねえ。双子。そうそうそう。のんちゃんのことよ。そうそうそう。のんちゃんは、あれですよ。森高千里さんです。もうほんとバカにしてんだろ。妖怪じゃん。妖怪じゃないですよ。やめてください。妖怪だ。元カノディスやめてください。妖怪だって。あれ人間じゃねえよ。やめてください。あ、違う。難しいんだな。あー、ありがとうございます。お花見。すごいじゃん。すごい。頑張ろう頑張ろう。心霊配信頑張るんですね。心霊配信怖くないと思うけどね、俺は。いや、結構ヘグいっすよ。マジで。マジでどういう系。その廃墟系とか。屋外なんですけど、うん、景色はビビります。そんなに。もうダイレクトですね、ストレートに。あ、ここや。あ、物理的なんだ。もう見ただけで、あ、ここはまずいって冷めします。絶対言いますね。あ、そう。俺が言うぐらい。はい、もう体感でわかると思います。あ、ここまずいわ。あ、そう。はい。ありがとう、お花見。すごいじゃん。はい、すごいすごい。はい、サムちゃん顔見せてね。いやいや。運転中、運転中。だからまあ、好き。ありがとう。頑張るよ。ありがとうございます。でこんなことになったんだっていう、なんか見た目の迫力。あ、そうなんだ。もう日本にこんなのあるんだっていう感じですよ。何、どういうこと。しかもなんかそれがいわくつきというか、もう初めて見た時ビビりましたもん。そんなに。はい。和道がビビるって結構だよね。僕結構平気な方なんですよ。平気だもんね、お前。いや、もうすごいですね。あ、そう。はい。お花見、すごい。すごいな、愛子さん。ありがとう。行くよ、すげえじゃん、今日。今日乗ってますね。今行くよって感じだな。これが行くよにとって最後の花火だとは知る由もなかった。限界かも。行くよ。愛子さん、怖いところ平気？怖いところ全然平気だよ。全然宮ヶ瀬ダムの秘境まで置いてきて、はい、こいつ2時間で、はい、知らねえ家の民家でこたつで寝てくれたんですよ。なんか朝ごはんいらないですよとか言って。タフだな。タフだよ、タフだな。お礼にさ、はい、ね、行きたいで、あ、ありがとう。あ、あの家にね、あの家に、ね、お新聞入ったらなんかしないすげえな。そう、そう。こいつヒッチハイクうまいんだよ。車走んな場所で一発で決める。すげえ。通りかかった車。やっぱりね。まあ、女性っていうのも。いや、まあ、ババアっていうのもあるんだろうな、はい、信用が。こいつほんとすげえよ。タングタング。すごい。宮ヶ瀬ダムの近くの、ね、その人のさ、お宅にさ、うん、ね、はいはいはい、ちょっとね、ありがとう、ね、すげえな、止まらねえな、すごくね、ババア、すげえな、まあ、これ多分最後のあれだよ、最後同じ人かな、ありがとうございます、すごい、すごい、タツションするの。初めてした。初めてタツションした。かっけー。かっこいいよ。ロックだな、愛子さん。初めてタツションしたわ。僕、むしろタツションした女性初めて見たかもしれない。結構 AV とかではあるけどさ、はい、なかなかないよ、ね。かっこいいっすね。ちょっといい？
いや見て充電さん。やばいね、もうギリギリまで流す。ありがとう、アイテムありがとう。どれぐらいある？あ、でもお前が配信ぐらいからお前しとけ。クリーンにつけてる。もうそれ切っていいんじゃないですか。え？それつけとくんですか。クリーンしに行くとくんまあ充電しみな。はい。これ切っといた方がいいんじゃないですか。あれが切っといた方がいい。切りますよ。もう見る必要ないもん。使い方が分かんないんだ。 iPhone10 分かんないの。分かんないっすよ。どうやって切るんですか。ワドってあれが通貨。通貨じゃないですよ。古すぎますよ。あ、そうやって切るんだ。ありがとうございます。 iPhone10 なんだ。画面でけえな。 10 なんだ。え、どっち。あ、これ10。あ、アップソン10。僕なんか金なくて iPod っすよ。あ、そうなんだ。はい、配信 iPod っすね。へぇ、はい、ハートありがとう、サンキュー。8撮ってる。あー、すげえ怖い心霊スポット行くよ。本当かよ。私身長高いよ。ねえ、ちょっと待って、インターでさ、おトイレ来たら無理だって言って。え、インターないの。ないね。え、どこまで行くの。もうあと6キロ。はい、ワドツ。いやー、しかしもう新宿屋だな。もう行かない。だからもう私ずーっと行かなかったの。もう俺もだから何で新宿行かなきゃいけないのみたいな話になったじゃん。うん、雅の刑もそれだし。あったなあ、あったなあ。でも頭来たからもう警備員さん入れてさ、すっきりしたわ。あー、頭来たな。いや、もう新宿は魔物がいるわ。負のオーラが半端ないですよね。やばいよね、新宿は。なんかね、ゾワゾワするんだよ。はい。あいつが警察呼ぶって言った瞬間、もうやめようと思って。車の中でおしっこするわけない。やめて、それは。それはやめて。パンツとジーンズがさ、濡れちゃう。いやいや、その前に椅子が濡れるし。俺、行くよのタクションの音聞いてた。すげえよ。水の音シャー。行くよとはそういう関係だもん。すげえな。で、吉田と行くよを見上がせたの。行くにしてよ、さっきから。いいよ、行くよね。やだよ、行くにして。で、もう山奥の奥の奥まで。今まで付き合った彼氏でもさ、うん、ね、行くよなんてさ、ね、言われたことないんだから、行くにしてよ、今まで。じゃあ行くよ。なんだ、カズマ。じゃあそうしようか、呼び合いね。ずーっとさ、行くなんだよ。やめてよ。行くじゃん。そうだから、アイコなんだから。いや、行くよじゃん。そうだからいいじゃん。怪獣マン。怪獣マン。怪獣マン。行くぽん。行くぽん。行くぽん。いいじゃん、俺だって。まず可愛いね、行くぽん。仲いいんだから。あ、やんちゃんがわだわだわ。行くぽんって言われちゃったよ。行くぽんいいんだもん。やんちゃん、行くぽんってさ、可愛いよね、行くぽん。行くぽん可愛いじゃん。今日はアイコ、ほんとまともだった。あ、こいつまともなこと言えんだなと思った。いや、すげえ急カーブ。やばい。ごめん、スピード出し。右側のレーンを走行してください。でもね、鮫島の、ね、運転をね、安心する。あ、ほんと。あ、鮫島さん運転うまいっすね。うまいよね。そう、うん、安心感ある。ほんとに安心できる。下手な人、ほんと怖いっすよね。怖い。例えば誰。誰だろう。まあまあ、わかんないですけど、あんま乗んないんで。ああ、そうか、のりこだけだったもんね。のりこでも怖かったっすよ。あれ怖かったな。はい、ちょっと寝るもんね、あいつ、はい、寝るっつうか、はい。なんかボケーとしてんの。そうそうっすね。でも、金ちゃんの運転も すごい上手よ。ああ、丁寧だよ。花火ありがとう。おー、すごい、あいこさん。すごい、ね、大花火じゃん、全部。すごい。ありがとうね、どれさんじゃないの。まさか、どれはね。いや、私のかっこいいさん。へぇ。あ、さっきごめんね、LINE くれたのに。ごめんね、花火師さん。そうか、そうか。すげえじゃん、大花火。もう5発ぐらい上がったでしょ、6発。すげえ。行く、これが最後の見納めか。行くよ、もう死ぬから。呪いが。天国にもう行くよ。私大変だよ、今月さ、はい、さ、月末まで頑張るじゃん。あ、頑張るね。来月さ、誕生月なんだよ、誕生日月。おー、ハートだ、50でハートだな。いや、49になるんで、もう50でしょ。あ、まあ、学年はね。だから、早生まれだから、うん、だから、
だから、なんていうの50でしょ4月の人は50え、なに？じゃあ来年50ってこと？いや、今年50だけどじゃあ50じゃねえだけど、3月だから来年何サバ読むえ、来年来年だから、今年50だろだから、ま、だから誕生日だから来年どういうことバカかよ全然言ってるよいや、だって鮫島さんも早生まれだから、うん、そう今年3月で49ここに売ってるかな、懐中電灯売ってるかな、どうだろういや、売ってないよ、薬局は売ってない、売ってないよ、まあ、売っててもあれか、非常用うん、売ってないっすよ売ってないよ売ってないよ、ほんと、うん、あ、でもさ、トイレ行きたいからじゃあちょっと行く、見てきてくれる、うん、お金あるよね、うん、いや、俺もさすがに出せねえけど、ね、あるよ回収電灯だよ電池買ってこいよ、お前うん、うん、売ってるサンドラック多分売ってんじゃない他にいるもの大丈夫大丈夫です、はい、一応線香買ってこよう、うん、幽霊煽ろおメルヘン X いつもありがとういらっしゃいお線香、うん、あお線香必要だお祓いのお祓い、うん、鮫島さんじゃあ見ます何をあの場所まあでももう着くからいっかまあ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 もう言ってもあと 1.5 キロだよそうっすよね、うんしようはいや結構えぐいよそうなのいやえぐいですね、まあ、楽しみにしとこうはい、うん、昼間行きたいんだよなここあそんなとこなんだすごいっすへえ僕あの引いたとかそういうレベルっすねそんなにそんなにっすへえ俺だお前が引くってのは結構意外となんかガチかなあの霊的な怖さもそうなんですけど、はい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 、人間のその凄さっていうか人間の念の凄さみたいなそれ怖いなもうガツンってきますよそれ怖いねはい、うんうん、メルヘンさん好きなんだよねメルヘンさんのコメント結構好きなんだよな俺ワドなんかブロックしてるからねなんで解除してくんないですか言ったじゃん捨て頃のセコンドにしてくんないんだったら解除しないって俺言ったじゃんそれ子供じゃないんだからだから言ったじゃんあいつを干して、はい、俺を捨て頃のセコンドにしろってまあでもテルもなちょっと放置してやる気ないからねあいつねやる気ないっすねもう根っからなんか連絡全然来ないし、うん、なんか嫌じゃないですか利用されてるみたいな感じであまあ確かにねうんなんか捨て頃出るためになんか、うん、あ確かに今落ち目だもんねあいつね落ち目なのはいいんすけど、別に。だから、それで挽回狙ってんじゃない、うん、いや、だから、なんか使われてるみたいで、ね。そうだね、それが嫌なんでしょ。でも、ワドを使い道あるかないや、だから僕じゃなくてもいいってことじゃないですか。捨て頃出れるようになったら。あ、熱い子とか、はいはいはい、メンツでも。ただ、鮫島さんは他行かないじゃないですか。行かない、俺ワドしか行かない。やる気ないもん。だから、ちょっとそこはな。ワドの仕事だと、無茶できる。やめてください。俺が恥かいても大丈夫。ワドが恥かいても。やめてくださいよ。保険だよね。固まってる嘘。電波ない固まってる見えてたらのって書いてえ固まってる嘘電波あるけど電波あるけどえ見えてないみんないや見えてんじゃない電波4個は立ってるよ僕も立ってますねああありがとうファンツさん見えてるよね大丈夫だよね見えてるアナオトミーさんも見えてるもんねじゃあ大丈夫だ見えてるよって教えてあげて他のリスナーさんになんか見えてないって言ってる人がいるから入り直した方がいいよとかうん見えてるよね大丈夫だよね教えてあげてリスナーさんあの他の人は見えてるよってうんローディング佐藤琴ちゃんだけ見えてないんだ
なんか誰か配信終わったら閲覧増えたな。あ、ほんと何人 ?140 人いる。まあ誰か終わったんだ。ワドの放送ってコメントないよね。なんですかね。てか多分同業多いんじゃないですか。配信者見てるんすよ、みんな。旦那のために？わかんないですけど。見る意味なくない？いや、見てるらしいですよ。時間の無駄だよ。やめてくださいよ、ほんと。自分のチンチン見てるのと一緒じゃん。やめてください、ほんとに。やめてください。どういうことですか？だから、自分のチンチンを見てるぐらい無駄な時間。うるさいっすよ。やめてくださいよ。で、ワド、どうやって行くよ、落とすの。どうやって持ってかれるよ、多分。いや、ドレさんとくっついた方が面白くないですか？いやいや、ワド、はい、食っちゃえよ。お前。食っちゃえよ。お前。お前、男だろ。別れたんだろ、もう。別れましたね。男見せろよ。なあ、はい、お前が今それでやらないとどうすんの。どれなんかどうでもいいんだな、筋肉バカ。あいつステロイドのやりすぎで死ぬぞ、そのうち。肝硬変がなんか。肝硬変なんだ、うん、肝臓やられてるんだ。多分内臓やられてんじゃん、完全に。色が変だもん。え、歯何だったんすか、あれ。歯入れたんすか。あれは入れ歯。え、入れ歯、うん、さ、え、入れ歯を買ったんすか。アマゾンでね。あ、アマゾンで買ったんだ。安物。なんだ。え、歯直さないですか。直すよ、直すけど。直した方がいいっすよ。もちろん直す。うん。よい子さん。うるせえな、歯のこと言ってんじゃねえ、よりめが。いや、絶対。よりめ直さないの。僕は直さないですよ。なんで。いや、チャームポイントなんで。気に入ってんだ。はい。そのより目が。気に入ってます、結構。汚ねより目が。やめてください、もう。濁ってんだよね、お前の目。あのさ、よい子さんさ、もうリスナー歴なんねえよ。なんだって。え、どこら辺向かってるのって、もう素人コメントすぎるでしょ。ちょっと、配信者が言うわけないじゃん。もうさすがに引く。もうね、1年以上見てて、そう。1年以上見てて、どこ向かってるのってバカすぎるからね、もう。何年見てて、言うわけねえだろっていうね。ビギナーのやること。ビギナー、本当に。よい子さん何年見てんのよ。ああそう、でもより目直した方がいいと思うけどな。そうっすか。俺は、うん、ワド今黒髪なんだっけ。いや、金、金っすよ。金なんだ、赤じゃないんだ。はい、はい、いやでもヒゲも金っすよ。あ、ほんとだな。やばいっすよ。あ、でもいいな。あ、でもこれブルー、ブルーにしますね、僕。青、なに、ジュークみたいな。ジュークって青でしたっけ。青じゃん、なんか一人。え、一人青じゃなかったっけ。真っ青な青っすよ。そう、鮮やかな、あの蛍光ブルーみたいな。あ、そうそう、うん、そういうブルーっすね。やめた方がいいんじゃない、ハゲてるし。あ、ワード。まあハゲてますけど。金はいいと思う。でも、あ、マジですか。うん、黒は汚らしかった、とにかく。ああ、うん、ちょっとあれっすよね。うん、金はほら目立たないから、うん、結構肌の色と、そうっすね、同化して、まあ、汚いけど、年取ったら金にする人多いですもんね、芸能人も。多いね、多いね、多いね。松本人志、ね、ビートたけし、竹中直人とか、あ、はいはい、あと所ジョージとか、うん、ですよね。おっせえな、あのババア。うんこですね。何してんの、あのいくちゃん。タッチションしてんじゃないですか、店の中で。お前、ふざけんな、店でタッチションはないだろう。そっか、のりこ、全くあれか、いつ別れたの。1週間ぐらい経ったの。あ、最近なんだ。はい。あ、もういきなり。いきなりもう行かないって。のんちゃん行かないよって。いや、もう死ねって言われましたね。え、いや、のりこ、そういうこと言わないじゃないですか。言わない、言わない、冗談で。で、そっからメール一切来ないっす。もう既読す、未読するみたいな。そうですね、今まではずっとごめんなさいとかやり直したいとか、粘着タイプだったのに、全くっすよ。あ、じゃあ本気なんだ。本気ですね。のりこの本気だ。うん、のり本気ですよ。ちょっと分かんないけど。1週間、うん、でもなんだかんだ台本なんでしょ。実は台本ないっすよ。お前台本しかない。台本できないっすもん、僕。よく台本しかねえじゃん、全部失敗してんじゃん、その台本が。なんすか、やめてください。冗談。余談関係ないじゃん。余談関係あんじゃん、あれ台本だったの。俺は旅行が子供の頃からの夢でしたとか言ってプロフィールに書いてて、はい、もうなんつった最後、旅行なんかしたくねえっつった。俺あれたまげたよ。夢じゃなかったんだ。俺は旅行なんか家にいたいとか。何言ってんだこの人と思ったのよ。
ダメだな。面白いじゃないですか。面白かったけど。ダメだよ、あれは。ダメっすか。多分びっくりしたと思うよ、みんな。まあびっくり。ミュールとか離れたじゃん。はい。ミュールはあれっすよ、テルに貢いでたんですよ。そうなんそれ、そうっすよ。なんか5、6人やられてますよ、僕。花火師。へぇ、奪われたってこと？そうっすよ、テルに。何がいいんだろうね。何なんすかね、君にしてくれるからじゃないですか。君に助長だからね。ペロチャンピン。ペロチャンピン。お前、はい、規制入るぞ。本当に。あいつ、ガンガン通報するから。いやいや、大丈夫っす、大丈夫っす。いや、マジで。へぇ、うん。誰が土壌って言い出したんだろうね。あ、セルさんいらっしゃい。土壌って言われてるんですか、今。色恋土壌って。へぇ。色恋。君には誰が言い出したんだろうね。え、でも、まあ、まあ、だって、くんに以外ないじゃないですか。まあ、ないわな。はい、花火もらって、くん、ババアの生んこ舐めてるんでしょ、はい、ペロチャンピンですか。ペロチャンピン。あいつ、電気止まってんだって、今言え。え？意味わかんないね、あんだけ稼いで。あ、でも、いや、もうそうっすよね。あ、でも、金遣いめっちゃ使ってましたもん。そうなの？やばいっすよ。だってもう値札見ないで、ね、うん、テレビとか50万とか100万のとか、バンバン買った。そんなん買ってんの？だって、服とかも、うん、一回店入って、うん、相馬30万の服とか着て帰ってましたもん。だからもう全部使ってますよ、テルは。じゃあマジで。マジでないんだ。はい。マジでない。しかもあそこ家賃20何万とかだから。嘘だ、13万じゃないの？え、20何万とかですよ、あそこ。結構高いですよ。え、本人そう言ってましたけど。24ぐらいじゃなかったかな。高って言ったんですもん。13とか14とかだったの。俺は13って聞いてる。いや、もっと高かったと思いますよ。いや、20万は無理でしょ。はい。はあ、じゃあ電気代なんか4万ぐらいだよね。はい。毎月。うん、今の冬なんか。うん、で、そんな合流する人間がエアコン切るとは思えないから。はい。24時間でしょ。はい。え、シェルさんがなんか、帰ろうって言ってますよ。え、なんで、なんで、どういうこと？サメちゃんまだだから帰ろう。サメ島さんに行ってって。ちょっと僕もよくわかんないですけど。いや、俺今、心霊スポット行くんだけど。何を言ってんだっけ？わかんないっすね。今もう、ゴール地点まで 1.5 キロ。もうすぐなんですけどね。ここで帰んの？行かない。行くよ、遅えな、あいつ。あ、来た。なんか食い物買ってるって言ってました。あ、なんかすげえ買ってんじゃん。うん、ババア。ババア。いいんだ、ババアにババアって言っても。派手だな、今日のアイコさん。ババアね。キラキラしてる。いいの。いいの分かった？懐中電灯。あった？あ、ありがとうございます。花火ありがとう。サメちゃんみたい。オッケー。おー、結構買ったの。サメ島さんを見た。あ、了解です。おいしいっす。ありがとうございます。サメ島さんを見たい。ちょっと待って。あー、お線香な。あー、大事大事。お塩にかかってきた。あー、一応。お前さすが。できる女だな。できる。やっぱできる女違うな。でやっぱこれ、ここがやっぱドレさんが惚れるだけの。うん、そう、こういうところポイント高いですよね。こういうところ、もう細かいところ、うん、あとね、ね、あの方ポテチ。あ、うわ、すごい。ありがとうございます。至れり尽くせりだ。食べよ。もうありがとうございます。この気候になって違うよね、うん、違う、全然。サメちゃんみたいか。後ろからでいいの？さすがに前は無理。ちょっと前は無理だ。これでいい？サメ島さんを映して あ、いいじゃん、それ。こんな感じにします。そのアングルいいんじゃん。これでいきます。アングル、はい、いいね。ピース、うん、これでいきましょう。そのアングルなんかワクワクするじゃん。はい、なんかいいっすよね。一緒に車乗ってる感じがなかなかないアングルですね。臨場感あるよね。うん、なんかテロチャンピンの家の家賃が23万なんて、本当は。うん、え、そうなの？滞納してんの？4ヶ月滞納してるらしいね。100万じゃん、もう。ああ、ありがとうございます。大花火ありがとう。え、お前に？はい、いただきました。な、やめな、ワドに投げんのは。あ、食べよ、ポテチ、食べよ、ポテチ。あ、はい、あ、そうしな、そうしな、そうしな。どうぞ。はい、あ、前置いちゃっていいっすか？あ、俺はいらない。僕は懐中電灯を用意するんですね。そうだね、段取り。段取りを。あ、電池も入ってんだ。そう、電池なかったな。あ、もう入ってんすか？はい。あ、すごい。安いの600円。ああ、磯六さん、どうも。どれぐらい明るいからな。でかい懐中電灯、20時間持つのって。ああ、すごい、それはすごい。うわー、懐かしい、昔ながらの。はい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 。600円だよ、600円。なんか600円だよ、安い。あの、実家にあるやつだ。明るいとね。実家に、おばあちゃんの家とかにある。無駄に使わないやつね。そうそう。おばあちゃんの家の玄関。昔のね、あったあった。今後さ、使えるからさ、いいわ。いいっすね、これ。買っとこう、うん、買っとこう。
最新のはおしゃれなのばっかり使う。だからもうそんなの LED なんかダメ。そうですよね。こういう昔ながらのがいい。そう、やっぱね、どっしり重量感もあって、はい、お、みんな楽しみになってきた。もうすぐだよ、多分あと10分ぐらい。電波ある。150。あー、まあ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 、おー、すごいすごい。まあまあいいじゃん。え、ハナさんは？僕は200。あ、多い。40ですね。あー、マッチャありがとう。クエありがとう。チョコありがとう。ねえ、いや、ここ結構おすすめだよ。超怖いよ。そうなの？本当に？いや、期待裏切らないと思いますよ。マジ？はい。ここ、映画で使いたいぐらいのロケーションですもん。へぇー。そんなに？はい。心霊で使うんだったら超怖いと思います。マジか。冒頭のシーンとか。でもだって見た感じね、別に電池はさ、ついてんの。ですよね、ですよね、うん、山奥って感じでもないし。懐中電灯についてんの、はい、近いしね、ここ ね。まあまあいいですよ。しかもなんかあんまりバレてないのがいいですよね。あー、そう、穴場的な。穴場的な。あー、それ大事。はい、はい、カズマ。いや、本当に俺ね、食えねえんだ、あんまり。ほんと小食っすよ。俺ほんと食わないもんね。全然食べないですよね。一緒に食事行っても全然食べないからびっくりする。え、これどうやってんだ。 せめて40キロないとな。まあね、ちょっと痩せすぎる。疲労が絶えないんですよ、今回のね、ババアの女の子が。焼肉とか食べれないね。焼肉も食べないね、やっぱり。ステーキハウス行って、あの、ここ、はい、そこです、そこです。いや、マジですよ。いや、来た来た来た。え、別に今んとこはな、なんもっすよ、なんもな。いや、急に来ますから。えぐいっすよ。えぐいっすよ。なかなかですよ、ここ。でも別に普通のね。普通っすよね。うん、まあ、小道だよね。小道ですよ、ね。見た感じは。別にここまではまあ、まあ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 。ねえ、どこにでもあり。オッケーです。うん、オッケー。どこ、まっすぐ。ここ、どっかに脇に止めるしかないんだな。上まで来ちゃいました。うん、まあまあまあ。あ、その辺に止めるしかないですね。あ、そうなの？はい。止めて大丈夫？大丈夫でしょう。あ、ありがとう。あ、ありがとう、ボーナス。下の方がいいかもしれないです。あ、本当？はい。ありがとうと。うん、皆さん。いや、あ、ありがとう、お花火。電波ある？みんな電波あったら教えて。まあ、別に普通のね、うん、まあまあ何でもないじゃないですか。どこにでもあるよな、はい、もうちょい下の方でいいですか。この辺、この辺にしますか。この辺にしましょう。じゃあ用意しますか。別に普通の。普通ですよね。何の変哲もない。おこいつ盛り上がったなって。もう俺はもうがっかりやね。がっかりですよね。ありがとう。じゃあライトお願いします。あ、じゃあ俺もどうか。お願いします。はいよ。僕配信準備するんで。そうよ。はい。電波ある？みんな。電波どう？あり。電波あり。電波がなくなったらすぐ教えて。配信だから。ちょ、俺カメラ持ってこ。ここ絶対撮りたいんだよな。ああ。そう、僕写真ちょっとパソパソ撮っちゃうかもしれないです、うん。超いいスポットなんで。あ、エンジン止めちゃった。これ窓開いてる。ああ。え、ぐいっすよ、ここ。ちょっとカクカク。ちょっと待って、充電も。ちょっと待ってね。充電できる。カメラ持ってこ。別にね、怖いことない。ちょい PT？ スマホ買い替えるわ。あ、iPhone X なんだけど。